さ、はあ、今日もミルの話題やっていきたいと思います。まあ、タイムワとか、まあ、これまでちょっとやってきて、私の推しのですね、イージープレッソも、まあ、レなモデルってあるわけなんですよで。今日はそこを見ていきたいと思います。で今日なんですけれども、ここに Q2 と JX っていう、まあ、シリーズがあって、Q2 が一番廉価なモデルで、このですね、C3S と、まあ、大体同等くらいの値段なんですよ。で、すべて下クリックのモデルで、価格帯も 同じなのかなと思いきやこの JX っていうのはその上の X-Pro っていうモデルよりもなんならちょっと高いぐらいなんですよなのでここに関してはまあ、ちょっと後日その X-Pro とか x l i t とかとか被ってくるので、まあ、そのあたりとちょっと比較をやるとして今日はですねこの Q2 と C3S ここの比較をやってみたいかなと思いますそれでは始めていきますどうぞ はい。それではスタートしていきたいと思います。スタートする前にちょっとだけ、えー、Q2 の前情報を入れておくと、えー、メーカーが e a s y p r e s s さんですね。私がいつも使っている K ウルトラを、えー、配置しているプロダクトなんですけれども、まあ、主にですね、手引きミルの、えー、優秀なプロダクトを多数配置していて、その中でも一番安いモデルの、えー、下クリックモデルですね、がこの Q2 なんですよ。 で、まあ、ランクとしては多分タイムワ、えーの C3S とか、まあ、プロマックスとかになると、まあ、ほぼほぼ同じの値段なんですよ。9つの方がちょっとでも容量はちっちゃいような気もするんですけれども、まあ、引き換とか、まあ、そのあたりを今日は、えー、比較できたらいいのかなと思います。で、今日はですね、なんとですね、いつもこの、いや、すみません、開けちゃって、みたいなのがないんですよ。マジで初見でてます。はい。これね、透明がついてますんで。で、ここから開けていきたいと思います。じゃあ、開けていきます。 じゃ、いきますよ。こう。あ、ちはい、開きますと。うん。92って書いてありますね。これですね。一プレスト92。マイルコーヒーグラインダーって書いてあります。いきますよ。あっ、パイはい。 可愛い,いのついてる。ね。これね、うちと同じアイデンティティ。あの、うわー、これちょっと今感動的なことが起こった。ここにいつも easypress.com って書いてあるんですよ。ロゴ。でも、ロゴだけ。これ、うちが羊コーヒーっていう、えー、名前を入れないですよ。っていうね、そのこだわりがあるんですけど、ロゴだけでいくんですよ。コーヒー屋なのか何屋なのかわかんない。けど、ロゴだけでいく。 ここにですね、同じアイデンティティを持ったミルメーカー、そして私の大好きなですね、やっぱこう素晴らしいですね。ここはちょっと興奮してしまいます。さあさあさあ開けていきましょう。じゃんあ、ちっちゃいですねで。今日はですね、S というモデルなんで、あ、これあの、お化粧用のやつです。S というモデルなんで、はい。ここがですね、折れるモデルです。こういう感じで。こんな感じ。じゃあちょっと比較してみましょうか。はい。付属品も含めて比較してみましょう。こっちが Q2 で。 で、これは、えっ、ー、と、プロ。で、MAX じゃないんで、えー、下の容量はですね、えーと、大きくない方のモデルです。で、それよりも、さらに Q2 はちっちゃいっていう感じですね、どうやら。サイズ感でいくと、もう本当にこんな感じですね。うん、上から見ても、ちょっとちっちゃいかな。そうだね。ちっちゃいっすね。まあ、ハンドルはね、このパチンって。これはね、すごくメカニックかっこいいっす。 めちゃくちゃゃくかっこここいいこういうう感じこれプロモデルねでイジプレスはこういうい感じただねこれちょっと何回か使っていくと分かるんだけどやっぱこのねここよりもこの位置がちょっと下がってるじゃないですか。でこのタイプってハンドルがですねここよりも上に行くんですよ。分かりますかね そうすると、ちょっと実は下にいた方が引きやすいんですよ。これ。だから、プロじゃなくて、この折りたためない方のモデルがあって、C3S っていうモデルですね。そちらの方が意外と引きやすかったりします。ただ、えー、プロモデルじゃないと、こう、折りたたみができないっていうね。そういう意味では、まあ、重心と折りたたみできますよっていう意味合いを込めれば、まあ、ちょっと Q2、一歩、今上行ってるかな、みたいな。 どっちかみたいな感じでいくとこっちですねホッパーの方いきましょうあなんかこっちの方が大きいんですけどよりですねこうギザギザが細かいですねこっちの方がギザギザが粗いですこれがどれくらい影響してくるんですかねでねじ式 もちろんこっちも、ここはネジ式ですね。ケールトラとかはこうマグネットタイプになってて、ポンと外れるんで、結構私好きなんですけど、これはネジ式ですね。まあ見比べてみると、まあここの印刷の細かさであったりとか、その、まあここ自体にマニュアルが入ってるみたいな。ここ見るとプアオーバーが13から16とかってわかるんですよ。そういう意味でいくと、タインさん、一歩リードって感じですかね。で、まあ、 数字も入ってますしでもねこれね多分ね0合わせの概念ないですよだから一番閉まったところから0スタートみたいなんで実際ね0の位置に行かない場合もあるみたいなんですよねどうでしょうかはいほらねここで今一番閉まった状態で0、えー、じゃないです1点いくつここから1234って数えていかなきゃいけないのでこの点はまあ数値振ってあるんだけど タイマーさんと同じですね。でね、ここのね、回しやすさ。ちょっとね、まあ、これはちっちゃいからしょうがないんだけど、ここの回しやすさはタイマーの方が回しやすいかも。そうですね。回しやすいです、ここ。まあ、ね、これはもう大きさの問題です。完全に。このね、ここのね、取っ手がね、ちょっとちっちゃいんですよ、窮屈。ここ。結構ね、手大きいとね、回しにくいかも。まあ、これはね、コンパクトさを取るか、 まあ大きくて操作性を取るかっていうところだと思うんで、キャンプとか行くんだったらちっちゃい方がいいじゃないですか。このサイズ結構いいっすよね。これでしまえるんだったら。じゃあ弾いてみましょうか。まあ今日はですね、シンプリファイで入れ比べしてみようと思うので、どちらも 15g 弾いてみます。はい。じゃあそれでは弾いていきたいと思います。で、今日のクリックスなんですけれども、あ、ちなみにですね、ちょっとこう逆さに置いた時に、 タイムワーは若干このここが出っ張ってて不安定ですねまああんまり関係ないかこっちでも安定します一応ねで今日のクリック数なんですけれどもプアオーバーの推奨の一番低いクリック数でいきたいと思いますなんでこっちは13こっちは18クリックですねワンクリック 0.025mm とかでと調整できるみたいなんでクリック数はこっちの方があの結構深いかもしれないですね その調整幅としては。いきましょう。取ってつけて、一、まあ、回、こう0ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11, 11、12、13。はい。13がプアオーバーの設定の一番細かいところです。ここで引きます。まあ実際ね、メーカーによってこの細かさも違うんで、ここでの比較が正確かどうかちょっと分かんないですけど、 ま、今回はここで行かせてください。はい。じゃあ今これくっついた状態ですね1。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。11、12、13、14、15、16、17、18。今2個回っちゃった。はい、18。ちょっとね、今ね、やっぱ狭いんで、ここはね、あの、細かいです、結構。ただ、行きました、18。 え、これ本当に、結構なんか細かく見えるぞ。ちょ、間違った。結構細かく見えるけど。合ってるか。ちょっと今めちゃくちゃ細かかったんで、もう一回ちょっと見直してみたら。どうやら、一が三に分かれてるんですよ。なので、ここでいう十八っていうのは、まるっと一周して。二周目のところまで行っていいんだ。 結構調整幅めちゃくちゃ細かいですね、これ。なので、えーと、じゃあ、今0合わせで2から始まってるんですよ。なので、これは、まず1周2まで回しちゃいますね。はい。はい。ここで、さらにここから、はい。ここでした。これで、まあ、プアオーバーの1番。 細かいところですまあ今回シンプリファイなんでプアオーバーの推奨の一番細かいところで引いてますじゃこれで引いていきますはいじゃあクリックス合わせましたんで引いていきましょうはいあなんか今違いましたねネジがこっちの方が浅いっすね ま、1、2くらいで締まるんですけど、こっちは6ぐらい ?2、3、4、5、6。6ぐらいですね。3倍くらい深いです。まあ、事故は起きにくいと。ただ、ま、これでも事故起きたことないですからね。どうでしょう。ちょっと深すぎる感じはありますけどね。はい。はい。はい。まあ、15g 入れるとこんな感じです。どちらもね。もうこっちは 15g。 くらいでしょうね。20はちょっと厳しいかなっていう感じだと思ってもらっていいと思います。浅入りで。これなんで深入りだともう 15g ぐらいしか引けないかもしれないです。じゃあ、まずは、えー、C3S から引いていきます。今回も、ね、結構浅入りの豆を引いてます。まあでも全然ストレスなく引けますね。はい。はい。引けました。で、続きまして、 1プレスさんいきます。うわ。こっちの方が軽いな。でもね、細い。細いな。K ウルトラとかはやっぱ太さがあるからあの安定感があるんだな。でもね、うん、切ってる感じはこっちの方があるな。はい、引けました。そうだな。あ、ちょっと引き残りがありますね。 このね、最後の引き残りの多さはね、ちょっとね、エクスポールの時もそうだったんですよ。ちょっとね、引き残りがね、あります。まあ、全部落ちましたね。はい。さあ、さあ、ちょっと、竜度見てみましょう。まあ、あそもそも論、ここでの比較、本当に合ってんのかっていう話はあるんですけど、ま、あちょっとそれはそうとして、見てもらいましょう。はい。これが、うん、かなりの細かいところ、ちゃんと揃ってる感じありますよね。 これが、えー、Q2。で、こっちが、あー、なるほどね。まあ、細かさでいくと、今のとこなんか、Q2 の方がちょっと細かく見えますね。で、ここ見てほしいんですけど、チャフわかりますかこれ、チャフ Q2 はね、 まあ、あの、もちろん目の細かさがちょっと細かいっていうのはあると思うんですけど、チャフが細かく砕けてってるじゃないですか。このね、タイモーさんのね、特徴としてね、チャフが大きく残るんですよ。これ。これはね、かなり特徴ですね。だから、フって吹くと飛んでいくんですよね、チャフがどんどん。に比べると、ちょっと細かくはなってるかな。まあ、これは、もうちょっと大きなクリックにした時に、チャフの感じも揃ってくる可能性もあるんですけど、 まあそれにしては結構しっかりと残ってるなーっていう印象はありますよねここもこうチャーフがいっぱいありますこっちはチャーフがほぼないのでちょっとこう溶け込んでる感じは見れるかなっていう感じですねはいじゃあ入れていきますこっちが Q2 うんはいはいこっちが X-Pro あやっぱまあまあまあこっちの方がどう考えても荒いね っ細かいですだからちょっとね味の比較にするにはちょっとあれかもしれないけど、まあ、メーカーのね一番推奨の細かいところでの味比べだと思ってもらって大丈夫だと思いますこうやって振るとさよくわかるっすよねこっちはチャフが大きく出てきますけどここのね性能はねやっぱね結構どうなんだろうねまあどっちみち飛ばさないんだったら別に関係ないですけどねいきます まあちょっと細かいよね。はい。約30。三十秒間。じゃあ、ちょ、こっちも行きます。<laughs> まあ、見るからに違うね。でも、そうなんだね。意外とタイムモアさんの方が、細かいイメージあったんですけど、まあ、推奨でいくと、意外と Q2 の方が一番細かいところ。まあ、それだけ設定幅がもしかしたら圧倒的に広いっていうことかもしれないですけどね。 設定幅の広さを驚かされますよね毎回オーバースペック気味でいろんな設定ができるんでそういうマシンが好きな人はいいかもしれないですねでもさこんだけ細かくてさこれ1分30秒前なんですよまだ今、まあ、1分26秒27ここで1分30なんですよでもさ落ちきってるじゃないですかこれこれが結構すごくて微粉が多かったりすると詰まるんですよ だけどそれがね、さっと落ちていくっていうね。どっちかっていうとこっちの方が苦戦してる感じありますよね。それでも落ちるかななんかね、すごく素直に落ちていきますよね。こっちの方が細かいって考えた時に、同じ、同等もしくは、こっちの方が早く、今30秒ですね。まだ落ちてますもんね。ほら、こう残ってるじゃないですか。下が。このね、目詰まりがないっていうことは、もしかしたらすごく揃ってるのかもしれないですよね。 これは粒が何かしらの影響を与えてるのかなまだこっちてないですもんねはいじゃあ飲んでみたいと思いますはいコーヒー入りました飲んでみたいと思います q 2の方が表面にちょっとなんか油が多く浮いてるような気がしますまあこれは細かいからなのかそれとも何かしら粒の形状が違くて結構しっかりと成分が出てるのかちょっとわかんないですけどね飲んでみたいと思います まあかといって雑味はなくいい感じにやってますいただきますうんかなりですね性質の違うコーヒーになってますねあのこちちのが細かそうに見えたじゃないですかただ雑味みたいなのが乗ってるのは実はこっちだったりしますね上のチャフを飛ばした時にどうなるかってちょっとわからないですけどまあその一手がこちらには残ってるとしても うん、雑味みたいなものは、こちらの方が感じるかな。細かいんですよね、こっちは。うん、なんか、いい意味でイージプレッソの味がしますね。そのフラグシップモデルで、えー、K ウルトラっていうモデルをいつも私は使ってるんですけれども、そういうシャープで輪郭のある酸味を感じることができるっていう。これは多分、イージプレッソさんの見るに共通する特徴なのかもしれないですね。 その、タイムーさんのいいところって、その、ある程度その雑味が入るところなんですむしろ。そうすると、その、なんて言うんでしょうね、その、コーヒーって味の種類がそんなに多くないので、雑味っていう概念もしっかりと取り入れた方が、コクになったりとか、えー、奥深さになったりするわけなんですよ。そういう意味で、タイムーってちょうどよくて万人受けするミルなんですけれども、Q2 の方がより、 こう、輪郭のある、しっかりとそのコーヒーの個性を楽しむとか、えー、まあこう、オイリーにもなりますし、ちょっとオイリーなところを楽しむっていうときは、まあ、非常になんかいいミルなのかな。まあ、歯がですね、かなりオーバースペックな印象は受けます。まあただ、まあ人と言えば、まあこの大きさに汎用性があまりないので、まあこれ以上大きいモデルだと、次2万円のモデルになってくるので、えー、そうすると、ま人分、 で、20g 引くのはちょっと難しいかな。もう深入りとかになってくると結構難しいかなっていう感じになっちゃうので、えー、そこはちょっと微妙なところではあるんですけれども、あとエスプレッソは一応いけない設定になってます。ただ、粒見た感じエスプレッソも全然まだいけちゃうんじゃないかなって、これ2周目ですからね、さっきの。もっともっと細かくできるんで、エスプレッソも全然いけちゃうかなっては思います。でそうすると、まあ一般的な使いやすさとか、 初心者入門的な意味合いでいくと、この C3S のいいところ、まあ、C3 も C3S もなんですけど、この Pro っていうモデルと、あとは Max っていうモデルがあって、その微妙にですね、この同じ価格帯で拡張性があるんですよね。数千円で機能が変わるみたいなところをいくと、まあ、意外とこっちのを使いやすくなってしまうのかもしれないですね。ただま、そのコーヒーとの向き合い方とか、こちらに重きを置くんだったら、私は休憩をお勧めしたいな。っていうような感じです。 結構クロート向けの、えー、廉価版オーバースペック見るみたいな感じでしょうかはいじゃあ今日はですね Q2 そして、えー、c ンスティ S プロですけどねこちら比べてみましたえー、まあ購入の際の、えー、何か判断材料にしていただければなと思いますで JX のシリーズとあとはこのー度分布みたいなこととか粒ちゃんと揃えた時どうかみたいなもっと詳しい突っ込んだ内容は今検証中ですので、えー、ぜひそちらも楽しみにしていてください 今日はこのところで終わりにしたいと思いますまたね